はい、ここにちょっとね、ウィンドジャマーつけてね、昨日あたりちょっと風が吹いてたからボソボソって言ってたね。あと、これが意外とうるさいんだよね。だからこれ、まあ適当なところでこうやってテンションかけときゃいいだけだよね。ここだとちょっとこれ。で、まあ夜間撮影用にね、ここがね、見えないんだよね。これがどうなってっか。ねえ、だからこれ反射テープ？まあ目が悪いからね、我々はね。で、まあこれでも暗い中でもね、パッと、あ、今ゼロ指してるなってわかるね。まあプラスかマイナスかもわかるからね。あとここにね、肩掛けつけたね、肩掛けをね。これね。うん。それでやっぱり、背負った時にね、安定するね。やっぱり、あとショルダー。これがないとやっぱり疲れんね。うん、一応これがあった方がいいね。で、これ掛けてると手離せるからね、現場でね。両手話できるからね。まあはい、ちょっと今ね、持ってきたね。まあこれ、ここはダイソーの曲げ板、ひん曲げてね、うん、両面テープで、まあ、クッションを貼って、で、こうすれば、あと担げるっていうの。あともう片手で持って、楽だね、これはね。やっぱり結構重いもんだからね。で、なるべく、この下のこの三脚みたいのいるかいらないかね。でもこれもこっちの方が持ちやすいね。で、やっぱり長いとちょっと大げさに見えるけどね。やっぱり自分の身長だと、ここ持つとちょっと手首、肘が曲がるよね。肘はあんまり曲げない。肘はあんまり曲がんない方がね、楽だね。やっててね。まあ、これで片手で持てると。で、あと、まあ、両手、ね、ストラップがあるとこれ随分楽だよね。手離せるとね。木の部分が滑るけど、ここにストラップかけておくと、まあ、手が滑んないっていうの。まあ、だいぶ楽になるよね。こうね、こうやって持ってる、ね、持って、こうやって動かして。鼻、まあこういう風にね、うん、普段はやっぱり背負って歩いた方が楽だね。これは重いから背負って持った方が楽。こうやってね、歩いてた方がね。ここで50、シャッタースピード 50F1.8 でもいいし、
4.0 の50分の1の24フレームか。そしたら次は2.8。次は 2.8 のまんまシャッタースピードを30の 2.8 の24フレーム。